はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日12月14日水曜日8時でございます。12月14日水曜日8時、本日も残業でございました。疲れたね、もう疲れた。でも残業でさ、もうどこも行きたくなかったから、もうドライブスルーで済ませようと、で、スキヤに行ってまいりました。そして、なんかちょっと前にね、なんかリクエストしてた、あのマヨニンニクファイヤー牛丼、これをね買ってみました。初めて食べますよこれ、マヨニンニクファイヤー。複雑な名前ですな。よいしょ、それでは、お疲れ様です。疲れたね。それでは早速開けてみたいと思います。オープン。なんか ポテトチップスみたいな匂いがする。これフライド、フライドなんだこれ、マヨニンニクファイヤー、よくわからんな。あ、ニンニクいっぱい入ってる。この、あの、赤いので見えなかったけど、ニンニクなんかいっぱいこんなニンニクありますね。で、マヨネーズがかかって。次はジャンクだな。ジャンクな感じするな、ほんと。ちょっとニンニクも入れて。まあ、では。マヨニンニクファイヤー牛丼。いただきます。これは好き嫌い分かれるぞ。これはなんていうかな、もう一口食べましょう。美味しくない。ごめん。なんかこのあのここかかってるこれがなんかすごいジャンクな。なんかポテトチップスのフレーバーみたいで辛くて、これ美味しくない。美味しくないこれ。これ本当みんな美味しいと思って食べてんのかな、これ。なんか辛い、すごい辛い。なんか辛さも、あのカレーの辛いみたいにさ、旨味がある辛さじゃないんだよ。なんか雑に辛いっていうかさ、あのまあ、ちょっと卵を入れてみたいと思います。
ちょっと辛いし、美味しくないし、卵入れる。でもうまかそう。これほんとみんな美味しいと思ってんのかな、これ食べる美味しいのかな、これ好きな人いる？これはなんか美味しくないな。ちょっと卵入れる。これだったらちょっとまろやかになる、まろやかになるかもしれない。卵入れてまろやかにはなったけど美味しくない。もっと持っていけばよかったな。マー君がおかしいのかもしれないからね。皆さん食べてみてね、これで。美味しくないと思うんだよな。なんか一食損したな。もったいないから食べるけど。美味しくありませんでした。はい、それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。